皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は自己紹介です。今までですね、 YouTube このなぜ始めたのかとか、まあ中島って誰なのっていうところをですね、話してこなかったんですけども、今回、自己紹介ということでこの動画をアップしました。とそもそもですね、始めたきっかけっていうのが、子どもたちのなりたい職業ランキングに YouTuber が上がってるのに、 YouTube をやってる人が周りにいなかったというところがスタートになっています。私は仕事がですね、まあ、コーチカウンセラーとして、また療育としてですね、いろいろ大人の方から、まあ、子どもの方までいろいろ関わっている仕事をしているんですけども、他にもですね、NPO 法人を仲間と共に立ち上げまして、そこの理事長をやらせていただきながら、小学校でですね、授業と今ですと、まあ、プログラミングの授業とかやらせていただいています。時代がですね、まあ、進んでいく中で、まあ、YouTube っていうのは一つ子どもたちにとってとても大きなものではあるんですけど、私たち大人の中でそういうの実際にやっている人、実際にですがほとんどいないっていうところがあったので、ではいないんだったらやってみようというふうな思いで、始めました。アカウント自体はですね、結構前からやってるんですけども、放置してまして今年からで始めました。撮影機器としてはですね、 iPhone の 8、8 を使っていますし、特に照明だったりなんだりとかっていう特別なものは使っていません。で最初はですね、私の仲間というか、まあ弟なんですけどもが、動画、YouTube 先にやってましたので、その編集を依頼したりとかで、今は私自身が編集していくようにで、まあ、子どもたちに伝えるので、すごい特殊なスキルとかを使うんではなくて、まあ、なるべく一発撮りであったりとか、編集もなるべくシンプルなものになるように心がけて、動画撮影して、そしてアップしています。そもそも継続していくことが大事なので、継続していけるようなものはないかなっていうところで、私の専門性とつな、ぎ合わせたところっていうので、速読の動画っていうのを最初始めまして、よりリアルタイムというかですね、まあ生の反応というところで、新商品の紹介動画、まあ、お菓子とか大好きなのもあるんでね、でそういうのをやってたりとか、実際にまあ講座の内容、講演会の内容であったりとか、その主催者さんが許す範囲であげたりとかで、今後もいろいろやっていきます。インタビューとかもしてみたいなというふうに思っておりますし、あとものづくり、作ってみたっていう動画も上げてみたいなというふうに思ってます。でまたですね、私自身がそういう、心理学の専門家でありますので、今話題というかですね、まあ、中島もちゃんと知ったのはこの夏にはなるんですけども、 HSPまあ、ハイリーセンシティブパーソン、敏感な人とかっていう風な言い方をしますけども、今情報がいろいろ錯綜しているところがあるので、私自身、まあ、HSP の中程度、診断テストですね持ってるので、その方向けに、うちのクライアントさんとか、講座に来られてる方に向けて発表してる内容っていうのも、YouTube を通して伝えていけたらいいなと。でそういう風にしてですね、まあいろいろチャレンジしていきながら、来年度いっぱいで、1000人目指せるように頑張っていきますので、ぜひ応援していただきたいと思ってます。なぜ1000人かっていうとですね、まあ、YouTuber と名乗っていいのは、YouTube からお金をもらってる人間だけだというふうに私は考えていますので、子どもたちの前でどうやれるようにもですね、まず1000人っていうのを目指して、いろいろ活動していきますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。今回の動画これで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。